何歳ぐらいですか？そうね、2歳ぐらい。毛づやがいいこと。体格もすごいしっかりしてますね。性格はどうですか？性格はいいですよ。ただちょっと初対面の人にはちょっと怯える。ああ、怯える。女の子、男の子。名前は大作、大きい。大作？大きい、あの作品の作。ああ、そうなんです。大作という感じですか。どうしてその名前に？いや、もう見た目。見た目。そうですか。この子はどういういきさつで和田さんが保護されてるんですか？保健所に連れられて行って、そこから引き出した。どこで見つかった？どういう状態で？みかん山のに仕掛けられた捕獲器に入ってたの。入ってて市役所に保護されて、それを引き出した。みかん山に捕獲器を、みかん山あたりにも犬がおるようじゃということで、ってことです。情報を聞いて、ということですね。そうですか。すごく綺麗ですけれども、何かされてるんですか？さあ、どうですかね。大作に聞いてみないとわからないけど、月一でサロン買いをしてたんかもしれませんね。もうこの大きな状態で保護された。そうです、もうこの状態。すごい懐いてますね。特徴とか何かありますか、大作くん。特徴は、なんだろう。お散歩大好き。お散歩も大好きだし、人も大好きだし、犬とのトラブルもほとんどないし。おお、こんな方におすすめってのありますか？やっぱね、やっぱり小さい子のいないご家庭。どうしてでしょう？やっぱりあの元気があるから、だからせめてあの幼稚園に行ってるとか。あ、そうですか。そのぐらいだったら大丈夫ですね。元気があって、要は一戸建ての家で、お庭のあるお家、人が大好きなんですね。人が大好きなんです。手綱を短く持つんですね。今は撮影の時に。撮影の時に慣れてらっしゃる。今あのテレビのお邪魔してます。お願いします。あの熊本本家さん。あ、ちょっと咳込んだから、ちょっと綺麗な感じで撮ろうね。譲渡は県内ですよね。希望的に。希望的にはまあそうだけど、まあせめて広島、岡山とかかな。なるほどなるほど。理想は車移動で 2,3 時間のところ。あ、割と好きなように行く感じですか。そうか。じゃあ飼い主さんも割と力があった方が。尻尾が巻いてるでしょ。あ、尻尾巻いてますね。あの初対面の人がおるから。あ、私ですか。ちょっとビビって、ごめんね大ちゃん、ごめんね。あ、でもかわいい、かわいいね大ちゃん。ねえ、いい人がいたら連絡ください。尻尾が負けてます。力持ちですか？割と。そうでもないですね。まあ男の手と女の手でね、その辺が違うけど、そんなに散歩に困るいうことはないですね。あ、そうですか。だいたい人に合わせてくれますから。お手入れ的には。いや、何も今のところしない。何もしてなくて、この色つや。そう、いい毛ですね。綺麗ですよ。綺麗ですよね。犬によったらね、ね、汚くなるけど。大作くん、名前覚えてます？いや、まだですね。お、そうですか。やっぱりそれはちゃんと家庭に入って、はい、ね、何ヶ月か飼わないと、覚えないと思います。なるほど。
ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はワンちゃん、猫ちゃんの新しい飼い主さんを探す認定 NPO 法人愛媛犬猫の会の里親探し会をお送りします。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援